タラワはイーグル・オブ・ザ・シーの異名を持つアメリカ海軍の教習揚陸艦。タラワ級教習揚陸艦のネームシップ。艦名は第二次世界大戦中のタラワへの上陸作戦にちなんで命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。5隻からなる新しいクラスの最初の艦で汎用教習揚陸艦として従来の教習揚陸艦。 ドック型輸送揚陸艦攻撃貨物輸送艦、ドック型揚陸艦の4つの異なった種類の揚陸艦の機能を合わせ持つ。これによって海兵1個大隊を装備と共に搭載する揚陸艇やヘリコプター、あるいは双方の組み合わせによって迅速かつ立体的に揚陸できる。タラワはミシシッピ州パスカグーラのリットンインガルス造船所で1972年に寄港し、 1973年12月1日に、浸水、オードリー・ビー・カッシュマンによって命名され、初代艦長ジェームズ・ウェイチ・モリス大佐のも1976年5月29日に、収益した。1976年7月7日に、パスカグーラを出港し、パナマ運河に向かった。7月16日に運河を通過し、メキシコのアカプルコに立ち寄った後、8月6日に、 カリフォルニア州サンディエゴに到着した。1976年の残りの間、南カリフォルニアの演習海域で大やけみと完熟訓練と試験を行った。1977年の前半はカリフォルニアの海岸で訓練に従事していた。8月13日に試験後の調整のため、ロングビーチ海軍造船所に1978年7月15日まで入居。 続く4ヶ月半の間、海兵隊員が乗り組み再び徹底的な訓練が行われ、1978年の終わりには訓練を終えた。最初の展開は1979年に行われ、a v 8 b ハリアー2の運用試験は成功裏に終了し、400人のベトナム難民を南シナ海において救出した。二度目の展開は1980年に行われた。 1983年に行われた3度目の展開の時には、ベルートの国連平和維持活動の支援を行い、その後も何度か同様の任務を行った。1990年の12月から13隻からなる両養船部隊の機関として、砂漠の嵐作戦に加わり、クウェートに対する強襲揚陸を行うと見せかけるためにシーソルジャー4上陸演習を1月に行った。 しかし2月24日に海兵隊は遥か南で陸路サウジアラビアとの国境を越えた。1991年の5月にバングラデシュにサイクロンの被災者に対する人道援助活動として米と浄水器を送り届けた。1992年の航海では香港、シンガポール、ペルシャ湾、ソマリア、オーストラリアに寄港した。2000年10月半ば、 ホルムズ海峡を通過して、ペルシャ湾に入る途中アーレーバーク級、ミサイル駆逐艦のコールが襲撃された。その方を聞くとタラは直ちにイエメンのアデン港に全速力で向かい、ミサイル駆逐艦、ドナルド・クック及びミサイルフリーゲートハウズ、マールボロと合流。すでに行われていた補給支援と港湾警備などに加え、機関としての任に当たった。後にはこの艦隊に、 防波炭球艦対抗用衛戦火盗爆高速、戦闘支援艦、カムデン、ドック型揚陸艦アンカレッジ、ドック型輸送揚陸艦、ダルーストーも加わった。2008年5月2日、タラはポートロイヤルホッパー、率いる遠征打撃軍が半年間にわたるテロとの戦いの任務を終了し帰還した。2009年3月31日、退役、ありがとうございます。